けじく塾。はいどうも、かけじく塾の野村です。さあ今回は竹久夢二展覧会で見るべきポイントについてお話しさせていただきます。ということでやってまいりました。竹久夢二大正ロマンの寵児ということで、夢二式美人ってね、オリジナリティあふれる美人画がめちゃくちゃ有名で人気の日本画家になります。はい、で以前ね、この竹久夢二に関しては、生涯をまとめた動画っていうのを出してるんですよ。出してるんですけど、ちょっとね、恋愛事情が複雑すぎてんで、ちょっとドロドロしてる部分が多かったんですよ。いや別にそれは悪いことではないんですけども、そのね、それ、女性遍歴が源泉となって、夢二のアートっていうのは生まれてるので、まあそれはええことなんですけども、それはちょっといたし返しで、ちょっとね、あまりにも生涯にフォーカスが当たりすぎて、実際問題、夢二どういうところを楽しんだらいいのっていうのがおざなりになりがちなんですよ。ということで、今回は展覧会で夢二を見る上でどういったところを見たらいいのかっていうのをね、ご紹介させていただこうと思います。っていうのは、私自身もね、行ってきたんですよ。はい。5月の末ぐらいに姫路でね、やってたんですね、夢二展っていうの。で、私まあ神戸なんで、これは行かなあかんわということで行ったら、めちゃくちゃ面白かったんですよ。で、この面白いポイントっていうのをぜひね、ご紹介させていただければ、皆さんもね、今後夢二の展覧会とか作品を見る上で非常に役立つんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。はい、それでは早速進めていきましょう。まず最初の楽しみポイントとして挙げられるのが独自性ということだと思います。独自性、まあオリジナリティですよね。これどういうことかというと、当時の夢二が活躍した日本画壇において夢二の作風っていうのはもう異質やったんですね。異端中の異端やったんですよ。まあ、美人画をね、夢二は描いたんですけれども、じゃあ当時の美人画どんなのがあったのかっていうのをちょっと見ていきたいなと思います。それがこちら。はい、一番左の作品が上村松園の作品になります。上村松園で、まあ、美人画といえば、まあ、もう上村松園だよって言われるぐらいの大巨匠の作品なんですね。が、まあ、言うたらスタンダードな感じなんですよ。こういうふうな上品で細かくてエモくて柔らかい色彩で、描かれてますよっていうのが、ある種のスタンダードになってましたよと、まあ、こういうふうな作品があったり、その隣が池田松園ということで、こちらは関東で活躍した、美人画家になりますの、描く美人画というのもやっぱりね、清楚な感じで上品に描かれてますよね。もう余白とかも残しながらも、ちょっとなんか空気感あるねみたいな感じで上品に描かれてますよと。で、一番右の作品っていうのが、北野恒富ということで大阪画壇の美人画家になります。でこの当時はね、ちょっとこういうふうな、ウェッティーな、大敗的な女性っていうのを描く部分っていうのもあったんですけども、それを描いたとしてもやっぱりちょっとね、上品にドラマチックに写実的に描かれてますよみたいな感じなので、まあ、言うたらこの3種から導き出されるような回答が、まあ、この当時の美人画のスタンダードな形だったんですよ。まあ、なんとなく共通する部分はありますよね。に対して、夢二はどうだったのかっていうと、こちら。はい、絶妙に緩いね、この抜け感が半端ないなというのも、ポップ感半端ないなって感じなんですけども、こういったのが竹久夢二の作風やったんですね。いわゆる中央画壇のアカデミックなところとはまた対極の正反対にありますよみたいな、画風やったので、それはまあ異質やなって感じなんですけども、この異質がね、受け入れられたんですよ、大衆に。なぜかというと、まあ、言うとアカデミックのそういうふうなところは、まあ、そういうふうな感じでね、頑張ってもらうというのはみんな分かってるんですよ。アートはアート、そのね、将来の日本画を背負っておくためにはこういったのが大事やみたいな、頑張ってんね、アートやアートやみたいな、それはそれで大事なのは分かるけど、毎日そんなんじゃちょっとしんどいなっていうのも人間の心理としてあるじゃないですか。で、普段雑誌ちょっと読んでみようみたいな感じで、もうアートアートアートって言われたら、いや、ちょっとお腹いっぱいそうみたいな感じになるじゃないですか。そういう時にちょっと抜け感のあるようなデザインのキャラがあったら、私はなんかこっちの方が好きやなみたいな感じで、大衆の心理っていうのはあるんですよ。っていうところで絶妙に入り込んだのが夢二やったんですね。竹久夢二の作品の発表というのはほとんどがね、出版物に載せて発表するっていう風な形だったんですよ。雑誌の、挿絵であったり、表紙のデザインであったり、ロゴであったり、あとは商業デザインって言ってんかな、包みとかのデザインとか、まあ、そういう風なグラフィックデザイナーみたいな、ところで活躍したのが竹久夢二やったんですよ。で、そういうのって、出版物なので部数がすごいんですよ、ね、印刷してバーって吸っていろんなものに使っていくから、人目に触れるという部分で言えば、竹久夢二の方が、圧倒的に量多かったんですよ。なので、大衆文化として根付いて、ポップになったね、有名になったね、受け入れられたね、人気になったねっていうのが、あるんですよ。これっていうのは江戸時代の浮世絵ともちょっと似てるんですよ。浮世絵とも言うたら江戸時代っていうと中央画壇、まあ、言うたらこの当時の中央画壇的なものが、狩野派とか土佐派とかでね、アカデミックにやってますよと、殿様
の御用絵師としてなんかめっちゃ難しそうなもん描いてますよって、それはそれで OK だったんですよ。まあ、そういうのは、言うたら配送の部分でやってましたけれども、民衆としてはね、いや別にそこまで毎日そんな重たいもんというよりも、それも安価でね、ポップなやつを、いっぱいいっぱい見たいっていう風なニーズに合致したのが浮世絵やったんですよ。ね、浮世絵って大衆にめっちゃ安価で配られて、おもろいなーっていう部分と、私この絵好きやな、ポップで可愛いわっていう部分もいろいろ兼ね合わせて、めちゃめちゃで大衆にヒットしたっていう文化やったんですね。っていうので、竹下イメージっていうのも圧倒的に部数が多くて、ポップで抜け感があって大衆にめっちゃ受け入れられますよっていうところに、うまいことフィットして、人気になった絵師、それがめちゃめちゃ独特だったんだよ、オリジナリティ溢れるところだったんだよっていうことなんですよ。まあ、音楽で例えるとその中央画壇のアカデミックなところっていうのが、クラシックみたいな感じだから、ベートーベンとかショパンとかバッハとか、まあまあそれ大事だよね、めっちゃいいのは分かんねえけど、ちょっとそれね難しくて、ちょっと毎日聞くでしんどいかなと、軽く聞く、もっとねライトに楽しみたいわという時はね、 J-POP のちょっとね小田和正とかそういうの聞きたいわけですよ。そういうのを毎日聞く、そっぱ民衆的にはやっぱマス的にはそういう J-POP 大好きやね、だからポップスって言うねんで、だからそういうのだと、まあ、それたまにでいいですかみたいな感じの、ノリなんですよ。っていうことで、まあ、夢二っていうのはそういう風に民衆に受け入れられましたよと。で、ここでねよく言われるのが、夢二の絵は上手いのか下手なのか議論っていうのがあると思うんですよ。まあね、さっきの中央画壇の上村松園の作品とかやったらめっちゃ細かくて上品でエモいなとか、北野恒富やったらめっちゃ大敗的に描かれてエロティックやなとか、ああいうのを見るとなんか夢二の作品って上手い下手なんじゃん、なんかテク感じへんけどみたいな感じでおるかもしれないんですけど、そういうわけではないんですよ。これが夢二の味なんですね。まあ、言うたら、上村松園がどんだけ頑張っても夢二みたいな画風とか作風っていうのは描けないんですよ。まあ、逆を言うと竹下夢二も上村松園みたいな画風っていうのは描けないんですけども、それでいいと思うんですよ。アートっていうのは大体不可なもの、オリジナリティのもの、個性を追求していって自分だけの作風っていうのを、作品に落とし込んで作り上げていくものなので、大体カーであってはいけないんですね。ということで、やっぱりね、夢二の世界観というのは夢二にしか描けない。逆を言うと、もうこれを見たらもう夢二だってすぐわかる。ああいう世界観をバーンって作り出してるというところがやっぱアートでうまいもんなんですよ。っていうマインドセットを最初にね、してから作品、夢二の世界観にどっぷりハマったらめちゃめちゃ楽しめるんじゃないかなと思います。これはいたんだけども、当時というのはこういう風な世界観を描ける人はこの夢二しかいなかった。うまい下手とかではなくて、この抜け感、絶妙な可愛らしさ、ポップさっていうのが、夢二の世界を楽しむ、もう大事なポイントなんだよっていうところ、注意していただければいいんじゃないかなと思います。はい、で続いてご紹介したい楽しみポイントっていうのが女性の表情になります。女性の表情、竹下夢二の作品のほとんどっていうのは、やっぱり美人画がメインなので、その美人画を通して何かを表現しようとしてたわけなんですね。まあ、例えば女性の魅力であったり、その女性のバックグラウンド、ドラマどうだったのかみたいなものとか、いろんなものを表現しようとしてたわけなんですよ。その上でやっぱり表情が持つ重要性っていうのが非常に大きいなというところなんですよ。特に瞳ね、瞳、よく竹下夢二の美人画の特徴として、憂いを帯びた瞳っていうのが、特徴的だよみたいな感じで言われるんですけども、まさにその通りなんですよ。竹下夢二のその作品を見てみると、その女性の瞳にめちゃめちゃこう訴えかけられることっていうのがたくさんあるんですね。もう物語まくってるわけなんですよ。なんや、なんかめっちゃ語ってくるな、なんかあったんか、おお考えさせる、なんか力になろうかみたいな感じでね、こっちがちょっと誘導されるような感じになるぐらいめちゃめちゃこうメッセージ性の強い瞳をしてるわけなんですよ。ということで、その表情から、夢二は何を表現しようとしてたんかなっていうのを考えながら、その作品っていうのを楽しむのがめちゃめちゃ面白いポイントになるかなと思います。はい、で続いての楽しみポイントっていうのが着物になります。着物、はい、まあ、言うたら、竹下夢二の美人画っていうのは自分がこう何かを表現しようと思って描き出している分身みたいな大切な愛らしいものなわけなんですね。それが何を着るかっていうのはめちゃめちゃ重要なポジションになってくるわけなんですよ。ということで、めちゃめちゃこうおしゃれであったりね、流行に敏感であったりとかね、そういう風な着物の柄とか表現っていうのがめっちゃあるんですよ。今回はシックやなとかね、今回は着物の帯なんかめちゃめちゃデザインチックやなみたいなね、なんかいろんな創作を兼ねて描き出されててるものなので、そういった違いを一個一個見ながら、楽しんでいただくというのも非常に面白いんじゃないかなと思います。はい、で続いてご紹介したい楽しみポイントというのが色彩感覚になります。色彩感覚、
あの竹下イメージの作品っていうのは結構ねいろんな色を使ってるんですよ。しかも結構きつい色を使ってるんですね。黒であったり黄色であったり赤であったりっていう、もうなんか一個あったらそれが主張しますよみたいな感じの色をめっちゃ全部混ぜて使ってるんですよ。でも、喧嘩せずに一つのねハーモニーとして作品の中で成立してるというのがね、これめちゃめちゃ面白いなっていうのと、すごい類まれなバランス能力っていうのがあったんやなっていうのがよくわかります。だから普通のね日本画とかで言うと上品な色合いを使うことが多いんですよ。淡い色彩とかね、グラデーションとかね、そういう風な色合いを使うことが非常に多いんですけども、もう夢二はギャンギャンの色合いを使うんですよ。まあそれは印刷物をメインにやってたからっていうのもあるんですよ。カラーとかでするからね、まあ、派手な方が目立つからとかそういう風な意味合いがあるのかもしれないですけど、にしても綺麗にちゃんとまとめきれてるよねっていうところで、これはねやっぱ天性のものなのか何か分かんないですけども、このバランス感覚っていうのはめちゃめちゃ面白いなということで、その色鮮やかなカラフルなところにすごいこう注目して楽しんで見ていただければなと思います。はい、で続いての楽しみポイントっていうのが肉質画になります。肉質画、はい、竹下イメージの作品の発表の仕方っていうのは、先ほども言った通り主に、ね、出版物に載せるような形で発表するスタイルをとってたので、当時としては日本画家というよりも、グラフィックデザイナーとして認知されてたんですよ。ただ、イメージ的にはね、いやいやいや、俺ちゃんと日本画、肉質画とかも描くからそっちの方でもやっていけんねんでっていうのをアピリたいみたいな感じで思ったんですよ。思って、どうしたかっていうと個展を開いたんですよ。個展、当時としては個展ってめっちゃ珍しかったんですよ。自分だけの展覧会ねっていうのは珍しかったんですけど、それをやったと、大正元年に京都でドカーンってぶちかましてやりましたよと。でこれどうだったのかっていうと、めちゃめちゃ人気やったらしいんですよ。そうなんていうそうなんですよ。なぜかっていうと、当時竹下イメージっていうのはもうグラフィックデザイナーとして名を馳せてたので、それが肉質画も描くねんで、マジでそんなんやってんの、じゃあちょっと見に行きたいなみたいな感じでわーって湧いて、みんな見に行ったと。言うたら、小田和正が実はクラシックもできましたよみたいな感じになったわけなんですね。な、小田和正がめっちゃバッハとかなんか演奏して歌ったらできんのみたいな感じで思って、みんなバー行ったみたいな感じになったと。でわーって盛り上がって夢二の肉質がすげーみたいな感じで、それでまあ認知も得ましたよっていう形らしいんですよ。で当時ね、面白いのが、その京都でやってた時に、文展っていう展覧会も、同じ京都でやってたんですけども、その文展と同じぐらいの集客力があったよ、人気あったよっていうのが、この展覧会だったらしいので、当時めっちゃね夢二って人気あったんやなっていうのがよくわかるかなと思います。この文展っていうのはどういうもんなんていうと、国が主催する展覧会、言うたら一番オフィシャルで権威がある展覧会がこの文展やったんですよ。だから言うたら中央型、一番先言った上村松園とか、横山大観とか、ああいったものが出て戦ってましたよ、しのぎ削ってましたよっていうような展覧会が、この文展一番オフィシャルのところとためはるぐらい人気を一人で個展でね、うおーって集めてましたよっていうのが竹下イメージやったんですよ。ということで、この肉質画というのもね、竹下イメージの魅力が非常に詰まった、部分がたくさんあるのでね、見ていただきたいなと思います。でどういったところが面白いかっていうと、やっぱり、ね、印刷物では表現できない筆のタッチであったりね、色のかすれであったりグラデーションであったりというの、そういったところで見ていただけるのが非常に面白いから、まあ、印刷物はね言うても、すっとるわけですよ。で筆の濃淡とかもないんですけども、この肉質画に関しては夢二が自分で筆でこう履いて、まあ、さ当たり前やねんけど、肉質画ってそういうもんやねんけども、でもなんか新鮮なんですよ。夢二が頑張ってなんかこう描いてんでっていうのが、めっちゃ感じ取れるんですよ。あのタッチやから余計にねっていうのを、めっちゃ息吹を感じれるので、肉質画絶対肉質画のコーナーっていうのがあるんで、展覧会場ではほとんどがね、やっぱ夢二の展覧会行くと、その印刷物の展示っていうのがめちゃめちゃ多いんですけども、どっかで必ず肉質画コーナーみたいなのがあるので、そこ行ったら絶対要チェックということで、楽しんでいただければなと、思います。はい、はい、で続いてご紹介したい楽しみポイントっていうのが表具の部分になります。表具、これ特にね掛け軸の表具を注目して見てみると面白いよっていうことになります。はい、掛け軸の表具っていうと、普通掛け軸ってメインの A とか G が書いてる部分があるじゃないですか。あれのぐるりになんか生地を貼って、一つの掛け軸の形にしてるんですけど、この、生地の部分を表具っていうんですね。この部分っていうのをめちゃめちゃ夢二っていうのはこだわってるので、めちゃめちゃ面白いよっていうことなんですよ。まあこれこだわってるかどうかっていうことは別に
どっかに情報があったわけじゃないんで、僕の想像ではあるんですけども、夢二ってね、めちゃめちゃ作品に対するこだわりが強かったんですよ。それがよくわかるのが、木版画っていうのをよくやってたんですけども、木版画、浮世絵みたいな感じのやつね。絵師と彫り師と摺り師が共同で浮世絵っていうのは作ってるんですよ。絵師が下絵を描いて、で、彫り師が版木を彫って、で、摺り師がその版木に紙当てて摺って、それを重ねていって、木版画、浮世絵みたいなのが出来上がるよっていう工程なんですけど、普通絵師っていうのは、下絵だけを描いて、で、あと色をまあディレクションして、あとはまあ彫り師と摺り師に任せて頑張ってねみたいな感じで最終出来上がったのをちょっとチェックするぐらいの、まあ言うたら関わりが普通なんですね、この木版画の世界においては。が、夢二はバリバリディレクションしてたらしいんですよ。彫り師と摺り師に、お、その彫りちょっとちゃうで、もっと細かくそこやってくれや、ちゃう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 、もっとそこはガーッといくんや、ゴーッといくんや、ゲーッといくんや、みたいな感じでめっちゃディレクションして、スリ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 、もっと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 吸って、もっと吸って、ちゃうちゃう、そんな擦り方じゃない、そこは弱くや、みたいな感じで、めっちゃうるさいぐらいにディレクションしてたのが夢二やったんですよ。の人が、兵具にディレクションを出さないわけがないというのが僕の勝手な、印象なんですよ。それがわかるぐらい、まあ、なんていうの、夢二の作品の兵具はめちゃめちゃ個性的なんですよ。はい。ちょっとね、何個か、紹介したいなというのがあるので、こちらをどうぞ。はい、一番左の作品っていうのは今年の初めに佐賀県で夢二の展覧会があったんですよ。そこで、出品されてた作品になりまして、僕それの予習動画を出してるんですね。さっき生涯紹介しましたよっていうあれの流れで、この作品を紹介してるんですけども、その時も、この兵具の記事がめちゃめちゃ面白いね、兵具作品を引き立ててるよっていうのを言ってたんですよ。この兵具の記事っていうこのしましま模様のことを感動っていうんですね。感動が、めっちゃこの作品にマッチしてていいねっていう感じなんですけども、今回の姫路の展覧会でも僕この感動で、表具されてる掛け軸っていうのを多分 2,3 点は見たと思います。はい。ということは、夢二がディレクションしてるってことなんですよ。そんなね、違う表具師が、俺も感動を使おう、俺も感動を使おうなんていうことはまずないと思うので、感動以外の記事の方が圧倒的に多いし、感動ってまあまあめんどくさいんですよ、表具するときに。言うたら、このまっすぐなってないとね、ずれてると目立つから、じゃあま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 あ、ちょっと自分からちょっと感動を使ったのかっていう人が一人ぐらいはおるかもしれへんけど、そんな何人も俺も感動を使おうみたいな感じで言うことはないので、これは多分、感動を使ってって言う人がおったわけなんですよ。ということで、じゃあ誰が言うのって言ったら夢二しかおらへんやろということで、多分この感動を使われてるのは夢二の、こう示唆があったんじゃないかなと僕は思ってます。そうじゃなかったらね、そんな3点も4点も感動の作品が夢二の作品で出てくるわけがないと思うのでね。で、もしかしたらもっと他にもね、夢二の作品ってたくさんあるので、その中で感動で表具されてる作品があるんちゃうかなと僕は思ってるわけなんですよ。それが見つかれば見つかるほど、やっぱり支持されたんですね、夢二さんみたいな感じで、僕もめちゃめちゃ面白いっていうね、表現やから、めちゃめちゃ面白いなっていう、まあ、それだけこだわりが強かったよっていうのを感じ取れるのが、表具の作品かなと思います。はい。で、次の真ん中の作品なんですけども、これは普通やんって思うかもしれないですけど、そういうわけではないんですよ。おそらくこれは書き表具という技術が使われてると思います。書き表具、これも書いてるわけじゃなくて僕が思ってるだけなんだけど、多分これは書き表具で間違いないです。はい。書き表具って何なんていうと、普通生地って掛け軸とかに使われる生地って縦の糸と横の糸がこう複雑に絡み合って折られて、柄が出てくるわけなんですね。まあ、言うたらこの感動っていうのもストライプになってますけども、縦糸と横糸に何の色を使うかとか、こういろいろ複雑にどういう風な折りをして、こうどっちが表に出るかみたいな感じのことを考えて複雑に折られて柄っていうのが出来上がってるんですよ。で、こっちの紫の生地っていうのはほぼ柄ないんですけど、下の方にね、花の柄があるんですよ。柄ね、あるんですよ。あるんですけども、これはね、おそらく描いてるっていうことなんですよ。無地の生地に自分で金かなんかで、花の絵を描きましたよっていう表具が、こちらになるよっていう、それを描き表具っていうことなんですよ。もう四デジのごとく描いてるよっていうことなんですよ。で、これなんでそれわかんのっていうと、普通生地っていうのは何個かの連続で柄っていうのは出てくるんですよ。ムカマとかヤカマとか言うんですけど、言うたら反物のこのロールに、6つの柄、連続した柄があれば、ムカマだよ、6つのカマでやってるよということでムカマだよって言われるんですね。で、それが8つの柄になったらヤカマだよみたいな感じで言われるんですけども、言うたらこう柄が連続するわけなんですよ。が、普通なんですけど、これは、連続してないんですよ、その花が。連続してないどころか、なんか点在してるんですよね。こんな釜っていうのはないわけなんですよ、生地っていうのは。もしあるとしたら、その生地、こんだけ反物に、ポンポンポン、
ポンポンポンってこうめっちゃ隙間スカスカで一釜でやってるってことなんですけど、そんなことは絶対にないという、もうそんなもう非効率な釜はありませんという、そんな柄は絶対ありませんっていうことが言えるので、これはどう考えても無地の生地に後で平面地が絵を描いたよっていうことが言えるんですよ。まあすごい僕熱くなってますけど、表現やからね、表現やからめちゃめちゃ思うんですけど、これはめちゃめちゃ面白いんですよ。で、その隣の、一番右側の虫という作品、これも、おそらく書き表具です。はい、これはね、真ん中はね、多分8割9割僕は書き表具だと思ってるんですけど、右側は7割ぐらい書き表具かなとは思ってます。まあ、ほとんど書き表具やと思ってるんですけど、なんかちょっと自信ないやんって感じだと思うかもしれないですけど、言うたら上は連続してるじゃないですか。上のね、生地のところ、ひし形のところ連続してるやん、塾長連続してるから、これあれなんちゃう、折ってんちゃうんって思うかもしれないですけど、そのひし形の辺っていうのがちょっと微妙にどれもね歪んでるんですよ。で、その3つともがそれぞれ歪んでるっていうのが、ね、普通生地の折りでやると、まあ、歪む時はあるんですけど、裏打ちの仕様によって歪む時はあるんですけど、こんな歪み方するかなっていうふうな不自然な歪み方をまずしてるっていうのが、一つで、中のこのひし形の中にね、草花みたいなのが、植物みたいなのがあったんですけども、それぞれがちょっと違う、普通やったら連続してるから同じもんがあるはずなんですけども、ちょっと微妙に違うんじゃないかなっていうのが怪しいなと思ったのと、あと決定的なのがこれね、横には連続してるんですけども、掛け軸の作品の横の柱と呼ばれる部分、ここの門っていうのが1個あって、次めっちゃ開いてボンってあるわけなんですね。で、次めっちゃ開いてまたボンってなるわけなんですけども、こんな隙間のあるパターンはまずないということなんですよ。めちゃめちゃロス多いですやんっていう感じなんですね。言うたら先の ロールの部分で言うと、ポンポンポンってあったら次めっちゃ開いてポンポンポンって作って、まためっちゃ開いてポンポンポンって作ってるわけなんですけど、こんな無駄なパターンはありませんよっていうことが言えるので、これは絶対表具した後に書いてるねっていうのが分かって、めっちゃおもろかったなっていうところなんですよ。で、さらに言うと、このテカリ方が違うんですよ。その描いてるところのね、上はめっちゃ光に反射してね、こう見えるじゃないですか。下全然見えなくなってるじゃないですか。こういう生地を折ってるもので表具してたら、言うても下もそれなりに光るんですよ。光沢が出るので、上こんなにもんくっきり出てるのに下全然出ないねなんてことはなくて、下もまあまあちょいちょい出てるはずなのに、こんだけ綺麗に出ないなっていうのは、やっぱり描いてるから反射がちょっと普通の生地とは違うんだなっていうのが分かって、めちゃめちゃ面白かったな。これで描き表具じゃなかったら僕ちょっと恥ずかしいけどね、それやったらごめんなさいって、もう土下寝して謝りますけど、多分書き表具だと思います。で、これが書き表具かどうかに関しては、なかなか普通の表具屋でも見分けることが難しいと思います。うちのスタッフがこれ見に行ったんですよ。この展覧会僕とは別でね、見に行ったんですけども、書き表具だということには全く気づかずに普通に見てました。で、帰ってきて、多分あれ書き表具やと思って、こういう理由でって言ったら、ほんまよみたいな感じで言ってたので、なかなかプロでも見つけるのは難しいもんですけども、意外にそういったところにめちゃめちゃ細かい細工をしているので、夢二のこのね、掛け軸作品、肉筆作品の、表具の部分を見たらめちゃめちゃ面白いよということになります。まあそれとは別にでもね、掛け表具は置いといたとしても、一個一個のパーツの柄とかめちゃめちゃこだわってんですよ。めっちゃカラフルなものとか、ちっちゃい柄とかね、めちゃめちゃ珍しい柄デザインのやつが使われているので、めちゃめちゃこだわり賞やったんやなっていうのがわかるので、そういったところもね、楽しんでいただければなと思います。はい、で、続いての楽しみポイントっていうのがロゴになります。ロゴ、まあ、ロゴのデザインですね。竹下エメジっていうのは絵を描くのはね、めちゃめちゃ有名なんでみんな知ってるようなんですけど、実はね、このタイトルとかのロゴとかのデザインっていうのもめっちゃやってたんですよ。それが一番顕著に現れてるのが瀬能楽譜って言われるものになります。これはね、竹下エメジの代表作を挙げていく中では必ず、瀬能楽譜と言われるもののデザインっていうのが挙げられるんですね。この瀬能楽譜って何なのかというと、瀬能さんっていう人がいたんですよ。瀬能さん、この瀬能さんっていうのは、まあ音楽を、いろんな人に広めたいなと思ってたんですね。まあ、日本の音楽とか、海外の音楽とか、いい音楽いっぱいあるから、それをみんなに広めたい。なんならみんな演奏してくれたら、もっと楽しくて音楽分かってくれて、ヤッホーみたいな感じになるやん。どうしたらいいかなと思って、じゃあ楽譜を、販売したいやん。安くてね、まあ、スコア、バンドスコアみたいな感じ。僕もバンドやってたんで、バンドやったらなんかコピーしたいな、ビートルズとかコピーしたいなとか思ったら、ビートルズの、各ね、楽器の譜面が印刷
されたスコアというものを買いに行くんですよ。で、それをギターとかボーカルとか、ドラム、ベースとかを書いてるわけなんですよ。で、それをメンバー分印刷して、あ、これはみんな分なんで自分のパートのところちゃんと練習してくるようにな、みたいな感じで言って、で、当日バンド練習の日に集まって、自分のパートを練習するみたいなのをするときに、やっぱ楽譜って必要なんですね。スコアっていうのは必要なんですけども、それを発売しようぜって言ったのがセノーさんやったんですね。で、だからまあ、いろんな楽譜をやったんですけど、そのスコアのデザイン、アルバムの表紙みたいなのが、やっぱ、いいのがええよね、みたいな。なんか、みんな真っ黒けけの、なんかね、雰囲気ないやつやったら売れへんやん、みたいな感じなので、ここにもその内容とちょっとちょうど合うような、デザインしてくれやって、頼まれたのが夢二やったんですよ。で、夢二が、その楽譜をなんかいろいろ書いて、で、その楽譜のタイトルも自分がデザインして、ロゴデザインも全部しましたよということで、がっつりデザインに関わりましたよっていうのが瀬能楽譜なんですね。で、しかも、夢二っていうのは作詞も得意やったんですよ。まあ、ポエムが得意やった。もともとは詩人になりたいぐらいにめっちゃポエム得意やったので、それが、見えたら、瀬能さんのね、持ってきた作詞がないやつ、それにじゃあ詩乗っけるわ、みたいな感じで、夢二が作詞をしたっていうのも結構あったりするんですよ。っていうので、それの代表格っていうのが、酔い待ち草という作品になります。これはね、夢二が作詞して、で、めっちゃ売れたよ、で、デザインも夢二がやったし、タイトルも夢二がやったし、ということで、めちゃめちゃね、瀬能楽譜の代表作だよ、みたいな感じで言われるんですけども、こういったことをやってたので、このタイトルのデザインみたいなところも結構注目して見ていただければ面白いかなと思います。このタイトルのね、デザインって意外に難しいんですよ。現代においてもロゴをどうやって作るっていう結構揉めたりするんですね。なんかもっと字漢字のこのフォントちょっとシャープにしてくれやとかね、もっと丸みを帯びてなんか柔らかい感じにしてくれやとか、このフォントを酔い待ち草って書くだけでもね、やっぱりいろんな表現の仕方ってあるんですよ。それをやっぱりデザインチックに可愛らしくとかね、うまいことまとめてんなっておしゃれやなっていうのが、夢二のこのすごい才能が見えるところなので、こういうロゴタイトルのデザインっていうのも楽しんでいただければなと思います。まあ、それのね、酔い待ち草の隣にあるのがこれなんていうタイトルやねんって話ですよね。読めへんやねんか、歌のやし読めませんで最後ちかかな、歌のちかうーんって感じですよね。これ答えは右から読むんですよ。なんでやねんって感じですよ。さっきのね、酔い待ち草は左から読んでたのに、なぜか今度は右から読むと、どっちかに統一しててくれやって感じなんですけども、まあ、これは右から読むと、で右から読んだとて勝ちまでは読めるけど、勝ちの次ようわからんな。で、シアの歌、勝ちシアの歌、これ答えはね、カチューシャの歌なんですよ。わかるかって感じなんですけど、カチューシャ、あ、なるほどね、勝ち、それでもわからへんなって感じなんですけども、これちっちゃい言うと、ちっちゃい伸ばすうーんを、二段組してるわけなんですよ。カチューシャの歌みたいになってる。で、カチューシャの歌、すごいな、このセンスも。なかなか謎謎みたいやな。でもなんかすごいデザインチックでまとまってて、これはこれでなんか意味深で面白いなみたいな感じの、こういう風なデザインっていうのが至るところにあるので、夢二の、展覧会行ったら印刷物が結構展示されると思うんですけど、それのタイトルを見てなんか癖あるなとか思ったら、夢二が関わってる可能性が結構高いので、そういったところも見てね、楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は竹久夢二の展覧会の見るべきポイントについてお話しさせていただきました。まあ、結構いろいろありましたけども、あくまでね、僕の主観になります。はい、ただ、今回の僕の主観をね、参考にして自分なりの楽しみ方っていうのを見つけていっていただければいいんじゃないかなと思います。はい、このチャンネルでは今回のように日本美術やそれに関する様々な情報を発信しております。面白かったらためになったなと思われる方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。お疲れ様でした。掛け軸塾では日本美術を学べる授業、日本美術に関する最新ニュース、旬の美術展覧会情報、展覧会などの美術レポ、交流を楽しめる生配信など、日本美術を楽しめるコンテンツが盛りだくさん。ぜひチャンネル登録をして最新情報をお見逃しなく。どうぞよろしくお願いいたします。